初めての赤ちゃん金魚の育て方。丸に水替えのコツと酸素支援。ど素人が金魚の卵から育てるという動画を私が1年間通して毎日投稿してきました。ど素人なりに勉強してきたことを皆様にお伝えし、飼育のお役に立てれば嬉しく思います。では始めます。今回は水替えのコツと酸素編です。つか、なんで水替えってするの？めんどくさいじゃんって思いませんか？では、最初になんで水替えするのかという理由を2つのポイントに絞ってお伝えしますね。魚が住む水の中にはバクテリアが存在します。バクテリアは魚にとって毒となるものを分解してくれます。毒となるものは魚のうんちやおしっこ、食べ残した餌などです。うんちやおしっこからはアンモニアという毒性が超強いものがあります。これをバクテリアは亜硝酸塩、さらに硝酸塩に分解し毒を和らげてくれます。しかし、この硝酸塩が溜まると毒性が和らいでいるとはいえ、魚にとっては徐々に濃くなる毒の中で生きることになります。この硝酸塩の濃度を下げるために毒の水を捨てて新しい水を加えることで、結果的に硝酸塩を薄めるという目的で水替えをするのです。また、初めて魚の飼育をされた方は水槽内にバクテリアがいない場合があります。そうなると毒性の超強いアンモニアが分解されずに水槽内に充満し、バタバタと赤ちゃん金魚は死んでしまいます。さらに、二つ目のポイントとして、水槽の中には病原菌も多数存在しています。病原菌の栄養は魚のうんちや食べ残した餌です。水替えをしないと病原菌も細胞分裂を繰り返し水槽を占領します。水替えをしないと病気にもかかりやすくなるということですね。要は、水替えは赤ちゃん金魚が住む水槽内の悪い環境を整えてあげるということです。しかしながら、赤ちゃん金魚は環境の変化にとても弱いので、水替えをする際は水槽の全体の水の約 20% くらいの古い水を捨てて、水温を整え、塩素を抜いた新しい水を加えます。こまめに2、3日おきに水替えをすると良いです。水槽内の環境を赤ちゃん金魚に適したものにしてあげてくださいね。では、いよいよ水替えのコツになります。赤ちゃん金魚はとても小さいので、目の細かい網を水槽の上に置いて、網の中の水をすくって古い水を取ります。赤ちゃん金魚をすくってしまうとダメージが大きいので、やめてください。網の中の水をすくう方法で古い水を取ることをおすすめします。ちなみに、この目の細かい網はダイソーさんで100円で売っていますよ。新しい水はハイポでしっかり塩素を抜きましょう。
少なすぎると塩素は抜けず、多すぎても金魚には毒なので、適量を加えてください。ちなみに、30センチ水槽とは、13リットルの水、ということです。かなり少ない水の交換になるので、適量を間違えないようにしましょう。私なら、5リットルの水道水に、1粒、ハイポを入れて、その水を、2回に分けて使いますよ。そして、水温を合わせて、新しい水を、水槽に入れます。ここで、ドバッと、一気に入れないように、気をつけてください。このように、別の容器でワンクッション入れて、少しずつ、静かに、赤ちゃん金魚の負担にならないように、水を足してあげてください。では、酸素の項目に移ります。まず、私のおすすめの設定をお伝えしますね。卵から赤ちゃん金魚を育てる際には、丸いストーンのブクブクが良いと思います。なぜなら、付属で付いているフィルター式のもので兼用すると、フィルターに赤ちゃん金魚が吸い込まれて死んだり、残った餌がフィルターに張り付き、常に腐った水質の悪い水が循環することになります。赤ちゃん金魚の頃は、特に水質や水流などに気を使い、なるべく安定した環境を作ってあげてください。では、なぜ、赤ちゃん金魚には、水流を作らないようにするのか。その点をご説明します。魚は、水流に逆らって、泳ぐ習性がある生き物です。赤ちゃん金魚も同じで、水の流れに逆らって泳ぎます。赤ちゃん金魚は、体力のある限り泳ぎ続け、体力が尽きると死んでしまいます。この知識をつけて、説明に向かいます。このように、ストーンを水槽の下に置くと、空気が水面に向かって上昇します。この空気が、上昇する水流を生み、その水流の力は、水槽全体を循環します。そうすると、赤ちゃん金魚は泳がなければならなくなりますよね。そう、ストーンの置き方一つで、赤ちゃん金魚は死んでしまうのです。なるべく水流が生まれないように、酸素を取り込むには、ストーンの位置を、水面から2、3センチの位置に固定すると良いです。こうすることで、なるべく水流を生まないようにして、酸素を水槽内に行き渡せることができます。酸素の入れ方はわかったけど、ブクブクのモーターの音がうるさいよ。そんな場合は、モーターを宙吊りにしましょう。モーターを置くと、振動で音が出るので、置くこと自体をやめます。宙吊りにすれば、音の発生をかなり軽減できますよ。あと、お手軽な酸素石もありますよね。私も、最初の頃は、心配で使っていましたが、これはいらないです。ブクブクさえ設置すれば、飼育に余計な投資は必要ありません。また、酸素石も、安定的な効果が見込めませんので、撤去で良いと思います。実は私、酸素石も、フィルターも、使っていました。でも、後々、プロからの、的確なアドバイスにより、この二つは、今は不要だと指摘され、環境設定を見直しました。結果、それから、何も問題なく育ちました。ですので、
問題なく育てられた設定を視聴者の皆様にお伝えしますね。では、水替えのコツと酸素編をこれで終わりにします。次回は水槽の大きさと善玉菌についてお話ししたいと思います。カテゴリが違いますが、私の動画の時系列に沿った内容順となりますのでご容赦ください。赤ちゃん金魚の育て方の動画を続けてご覧になる方は、私のチャンネルの再生リストを使ってくださいね。あと、私の動画作りの励みになりますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。では、これにて失礼します。ご視聴ありがとうございました。